ペドロの選抜ファイト一発選抜2022注目校紹介東北編よ後半うん準優勝編ですね。準優勝編、はい、東北、うん、代表するチームですよ。聖光学院、うん、もうこれは甲子園の常連と言っていいですね。勝ちまくる学校、はい、いや夏ね悔しい思いしてますから。そうね、地元じゃ負け知らずだった修二が、修二と明が、そうですよ、この春はやったるぞと、もう間違いないでしょうね。気合入りまくりよ、うん、急ピッチでチーム作ったんでしょうね、うん、時間もなかったから例年だったら甲子園行って指導が遅れるところが今年は甲子園に出れなかった、うん、いやもう例年とは違う過ごし方をね、負けた瞬間から相当やったでしょうね。あ、このチームは。さあそんな聖光学院、はい、どんな感じなんでしょうか。ガイドさんお願いします。はい、はいはい、それでは、東北大会、準優勝校聖光学院のデータをご紹介いたします。はい、まず打撃なんですが120打数で35単打、7二塁打、3三塁打、ホームランは0ですね。あ、そして17四死球で、1の犠牲フライを打っておりますので、はい、打率は、3割7分5厘。おお、いいじゃない、うん、そして出塁率が4割4分9厘、うん、長打率が、0.483、 そしてオプスが 0.933、うん、まあ、甲子園で出てくるような数字ですよね。もう数字ですし、花巻東よりいいんじゃないですか。打撃に関してもいいんですよね、はい、うん、そして、投手なんですが、こちら2枚ですね、佐山投手と小林投手という投手がいるんですが、うん、一番投げてる投手が佐山投手、うん、32イニング全体なんですが、そのうちの22イニング投げております。はい、被安打19、奪三振が17、うん、そしてフォアボールが6個というところで、うん、ウィップが 1.136、奪三振率が 6.95 という数字ですね。はい、そして全体の、数字が、32回ありまして、被安打24、奪三振24、フォアボールが10個というところで、ウィップが 1.063、 奪三振率が 6.75というところで、ウィップは全体の方がいいですね。この小林投手も足した数字の方がいいと。ほら、これはもう買いだデータバンク的には良いデータなんですね。良い傾向ですよ ね、 ね、はい、奪三振率が 6.75 で 0.2 下がってるんで、うん、両方超えてくれたらね、文句なしで、いや、ここ注目ですって、グイグイグイいけるんですけど、まあ、2枚なんでね、まあまあクリアしてるかなっていう感じではありますね。早く会いたいですね。いやそうなんですよ、早田さんが。まあ1校でいいですから、ね、そういう高校は1校でいいチャンネルの趣旨を考えると0か1でいいですね、うん、という感じですね、はい、まあ昨日のね花巻東の打撃はここから、うん、さらにホームランが0だったんで、うん、おそらく冬鍛え上げてくるでしょうね、ここら辺は、うん、まあ、あと投手力もこの2枚看板で、昨日、一昨日の北海道編からもそうですけど、うん、ウィップは非常にいいですよね。コントロールがいいですから、やっぱり試合作って勝ち切ってきてるチームが今のところ多いなっていうイメージですね、うん、やっぱり勝つには理由がある、そういうことですね、うん、それにね、投手力の春なんて表現もありますからね、うんうんうん、ディフェンスが中心のチームが勝ち上がってきてる、うん、これは傾向通りなのかな。そうですね、新チームの成り立ちですから、ね、なるほど。データだけ見るとね、うん、花巻東よりいいかなという印象も覚える、ポイントがあります。そうですね、そうなんですよ、うん、ここが不思議ですね、やっぱり、ね、うん、まあ、1試合のみの戦いですから。そうですよね、うん、なるほど、うん、上位ですか。はい、もう1位選手はダブル。いや、盛り上がりました。うん、昨日はですね、八戸工大一高を、うん、東北からの21世紀枠文句なしでしたけどね、入校として紹介しました、うん、はい、でもう一つ迷っていた高校を今日は紹介したいと思います、うん、お願いします、はい、これはちょっと楓さんも聞いたことないと思います。うん、東央義塾高校。うーん、スコアで見たな、だから。あ、スコアでね、うん、忍者の学校みたいな、うん、感じですよ。八戸工大について、はい、青森県の高校ですか。学校なんですよ、うん、私立高校です、はい、偏差値は49、はい、東北大会はベスト16、うん、準優勝しました聖光学院に2対3で惜敗してますね、うん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 、でなので、まあ、八戸工大は優勝した花巻東に3対4でしたが、はい、
まあ、準優勝した聖光学院に、まあ、さらにねローゲームの2対3、うん、で接戦を惜しくも敗れているので、うん、まあ、印象は悪くないのかなと思います、はい、うん、でもう一つね、あ、この学校あるかもって思った点、はい、創立140年ちょっと、非常に伝統校です。伝統校なんですね。これはね、大きな加点ポイントですよ。うん、藩校らしいです。あ、出ました、江戸時代のね、まあ、あの福山静止館高校、はい、藩校ですね、うん、ね、もうなので仲良くできるかな、はい、まあ、こういったあの、まあ、伝統校であるという点に加えまして、はい、うん、まあ、甲子園との、まあ、出てない期間なんですけども、うん、甲子園出てない期間が、まあ、夏4回出てます、はい、なかなか出てますよ、うん、なんですが最後が1981年。ああ、そうですね。なので40年近く離れてます。で、選抜は出たことがないです。はい、なるほど、うん。こういった点も一つ加点ポイントかなと。大いにありますね、そうすると。でね、その、うん、僕、ちょっとその黄色が違う点なんですけど、うん、去年ね、選抜に出たのが八戸西なんですよ。うんうん。はいはい、はい。そうすると、うん、同じ八戸から2年連続って、意外と難しいのかな。なるほど、八戸工大がじゃあちょっとなんかそういうね、なんかある、うん、あるかもなってちょっと思っちゃって。八戸、まあ、いいとこついてますよ、本田さん。ほら、八戸とね、弘前、青森方面はね、藩、はい、が違ったんですよ、江戸時代。じゃあもう阪神巨人みたいな感じ。阪神巨人みたいになってるんですよ、本当に。昔の人はお盆こぼみたいな。お盆こぼみたいな、それは、ね、何とも言えないですけど、いや、あるかもしれないですね。入れ替わりどうせ行くならという。なるほどね、そういうのもちょっとあるのかなと、うん、はい、え、じゃあそら、いや待てよと、うん、八戸以前に青森が2年連続なんてないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、はいはい、これはあります、実績が。はいはいはい、過去東北見た時に、うん、宮城が2年連続で出てるタイミングもあれば、岩手が2年連続で出てるタイミングもあるので、うん、はいはい、それはありえます。うん、ありえるってことですね、はい、うん、なるほど、という僕なりの、見方ですね、はい、なんで八戸工大地か東奥義塾、東奥義塾ね、ところが、あの20世紀枠の候補に上がってくる予想させていただきましょうということで、はい、2日間にあたりまして、うん、選抜2022注目校東北編をお送りいたしました、うん、はい、はい、明日はちょっと距離が空きます、はい、北信越編をご紹介したいと思います、うん、はい、それではまた明日8時お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。競技時間なのあれらしいじゃない、僕らと同じミッション系の学校みたいじゃない。もうたまたま入った学校がミッション系だっただけじゃん俺らはもう何もないし別に。あえいかんはフェドロに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。